オーストリア経済振興会社のロゴオーストリア経済振興会社は正式名称をオースターライキシインダストリアンサイドラングス、ウントワイルセチャルファツワーバーングスグムといいオーストリア共和国の企業誘致機関である。同機関はオーストリアに支社の設立を計画している外国企業の獲得とサービスの提供を主な業務としている。ABA は 経済立地オーストリアに関する情報を提供し、国際投資家が関心とする内容についてアドバイスする。イグによって1982年 ICD オーストリアとして設立された、この企業誘致機関は1995年に社名をオーストリア経済振興会社に変更した。2007年創立25周年を機に ABA はそのコーポレートデザインを一新し、 オーストリア経済振興会社に代わって ABA Invest in オーストリアを表記名として使用するようになり会社の趣旨が一層明確になった。現在 ABA Invest in オーストリアには25名の職員が従事している。ABA はソニー、インフィネオン、イケア、松下電機工業、ハチソン携帯電話事業、ホルメスプレイス。 スターバックスなど一連の一流国際企業のオーストリア進出を手助けしてきた。ABA の下部組織であるロケーションオーストリアロケーションオーストリアは1997年よりオーストリア経済サービスオーストリアワイルゼチャルファツサービス GMBH と共同でオーストリアを映画制作用ロケ地として宣伝し、補助金制度映画制作用ロケ地オーストリアを管理運営している。 フィザは科学研究経済省の発案で設置され、オーストリアにおける女性対象制作費の25%を返還不要な助成金として支給し、当地での映画制作を奨励している。直接投資家の獲得にあたり、オーストリアは世界の国々と競合関係にある。同機関は企業誘致機関としてオーストリアを経済立地として宣伝し、 工業国としてのイメージをさらに広めていくことを趣旨としている。オーストリアは EU の中で番目に豊かな国4でありながら、まだまだ観光文化国としてしか認識されていない。ABA は無償で外国企業のオーストリアにおける企業設立をサポートしている。投資家は経済立地オーストリアに関する、また政治、経済、 合企上の枠組み条件に関する情報を得ることができる。さらに、サービス業務として、オーストリア国内で必要な全てのコンタクトを取り、立地探しの際にアドバイスを行い、企業にとって重要なコスト、税務上の観点、また、特定業種の国内状況など、主事の情報を提供する。加えて、後日の拡張投資についても、その窓口として相談に応じている。 2018年において ABA は355社の国際企業を誘致、記録を更新した。相当資額は7億3、448万ユーロ、2888件の新規雇用を生み出した。従来よりつながりの深いドイツからは108社が進出。昨年においてドイツは ABA プロジェクトの約3分の1を担っている。スイスはイタリアを追い抜き、 新たに36社を設立した。イギリスからは14社が進出し、前年の2倍を記録した。中東王と南東王の企業の関心も途切れることはなく、2018年には ABA の新規企業進出の約4分の1を占める88社を達成している。達成数はトップより、ハンガリー、スロベニア、ロシア、スロバキアの順である。 進出企業のうち32社は研究開発の拠点としてオーストリアに投資を行っており、うち29社は製造企業が占めている。最も代表的な産業分野は IT、テレコム、ソフトウェア、ビジネスサービスである。2018年には外国のスタートアップ企業22社が拠点を開設している。連邦州ランキングウィーン、ニーダーエースターライヒ。 ザルツブルク2018年には182社を数える、多くの国際企業がウィーンに拠点を置いた。ウィーンに次いで最も力のある州として、ニーダー・エース・ター・ライヒ州には32社、ザルツブルク州には30社の拠点が開設された。シュタヤー・マルク州には29社、ケルンテン州には22社が進出。続いて、チロル州には18社、フォア・アール・ベルク州16社。 オーバーエスターライフ州は15社、ブルゲンラント州は6社を誘致した。また、5企業は、複数の州に拠点を構えている。オーストリア共和国連邦経済、家族、青少年賞を www.oeiag.at-hat w w w i n v e s t i n a u s t e r i a a t h a t したと2013年。 購買力基準で一人当たりの国内総生産 PGDP per capita in PPS。ありがとうございます。